ああそう失礼、お前間が悪いよ。さあじゃあ決勝、準決勝か、準決勝の方を盛り上げていきましょう。さあ名古屋先鋒は雪男、さあ東海二大号機の一挙、さあ対するは関西最強拳チンタ、さあこれは面白い対決だが、あつは陣内 VS 滅殺。さあ雪男、今日初めてレバーが降るということで若干不安はありますが、私さあさあ自分のレバーは触り慣れてるぞ。Q2 のレバーどうだ、正しい。さあ残空絡みのコンボから投げ、グラップ、さあ投げ、グラップ正しい。さあどうする、そっから勝利かな、散らした竜巻、竜巻で返した、どうする、削りに行った、まだ一切ない男、まずは一本。さあ二本目は静かな立ち上がり、チラシ大ファン、竜巻チラシ勝利、勝利、これで体力約半分。さあかかとを当ててなおも前へ、さあ戻ってチラシ滅殺、さあ竜巻当てて、さあ残空レバチュール投げ、どうする、投げ返した、中盤、さあ小足から入らないが、さあまだわかんない、さあギリギリの試合せずな波動拳、さあ春の中足、さあ仕返してチンタ取り返す、さあ迎えたファイナルラウンド、剣のゲージにご注目、2本あります、膝滅殺が波動、小足大パン100均、さあタイヤシャンが速すぎた、投げ、おーシェコパンからの滅殺が波動、最後は頭蓋、さあ雪男ノリノリ、さあ関西の皆さんにはお耳汚しい航空陣の煽りが何よりきつい。さあ次方は国広君、お久しぶりの登場、国広ユリアンじゃないな、チュンリーの登場。さあチュンリー戦が苦手な雪男だが、さあ頭蓋百鬼、さあ手が出た、さあ知らない相手にはとことん使う、それが雪男流。さあ開幕、ダヤシレバチュー、レバチューで押す百列、大パン裏に回ったが、さあ逃げる、いいぞ、さあ百鬼で保険、ジャックポンタキック、こっからどうする、さあ知られ安全、さあ追っかける、さあこが投げ通る、手羽台から、さあ百鬼投げ、こわこわ、さあ赤い作品の世界、チワシチワシ波動、さあ取って、さあ中足を刺す、さあ最後逃げられてダイキック、さあ取り戻したチュンリー、もつれたファイナルラウンド、ファーストヒットはチュンリーの投げ、リープ、さあ投げ、さあ逃がさない、さあここも投げ、どうする、投げ、さあどうする、ジャックパンで落として、さあ膝からご波動、さあこれは知ってる、あっ、最後方角ミスった、さあ運にも助けられて2人抜きは雪男、さあ迎える関西の大将、先ほど彼のサンタの劇、さあ西の四方はハイトに、さあ黄色い誠は恐怖のから開幕は、さあ残空を打つ、小足で出しを止める、さあお互い静かな立ち回りだが、さあレバー台大剣、さあ波動大ファン、百鬼投げは使って、さあここで逃げた、さ
あまりに早出しないから10番ブロップ投げ大胆さあ逆球を返すが敷いてあった10番おっさあおっさあお互いやり返す熱い男うわあ最後は勝利を使ったさあ通常技に勝利を当てるラストホールどうするさあ一歩立て余裕ができたはい谷がゲージを貯める大パン100機も返すさあここでさあ狙ってるなこれは絶対どうするどうするさあレーバー台でピュアラッシャーさあそして出てくるはご存知ながら最強のトリコムジンさあ正中 VS はコークスクリュー さあ開幕アーパーからジャンプ読んでるチェスト大胆で当て投げもさあ黒人側なんとかツープレからいったさあどうする黒人タイムおおここは素晴らしいあまりに速い投げが通ってさあどっか警戒でしょうか大ファンさあ下台アタカを冷静さあここはミスらずシャガ中からの正中戦で1本さあ開幕カニパンが入って9番目足さあ大踊った落としてさあここは勝負クラップかまったゲストさあブッパー呼んでるんでしょうかアタカが間に合わないさあ落としたどうするここでコークを決めがましさあつかまったまだ生きてる最後はさあここで面白い対決西の勝 VS は東海の勝さあ2年前の攻撃が放出されますがこの回戦はどっちだ さあ開幕来撃を中盤で落とすさあ中キックサブロ取ってデザンさあ下でこかしたゲージさあこっから中足前方転身レバチュー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 さあコンボを決めよさあ出す壊してそうさあここはガードさあ投げからおっなんと反発加減は素晴らしいさあ1本取ったリーチをかけたのはハイタニさあどうするさあここは逃げたさあゲージ決算さあここでガードクラッシュどうする全部でしんさあどうするどうするどうする投げで返したさあ大さあゲージ外してさあガードクラッシュからコンボに持ってきさあどうするさあどうするまだ分かんない最後はこれまでさあ、桃地が取り戻す面白くなってきたさあ、開幕あまりに早い、カラクサチェスト、チェスト、成長さあ、一気に体力7割をもぎ取り、こっから出し投げさあ、チラスでしょ、焦がして大パン、大キック、出した最後、落ち着いてさあ、回を当ててさあ中間差して制したのは関西西の四方の灰谷
さあ、ハイタニ強かった。これで決勝、ギガ・ウラケン VS は、関西の名前なんだっけ、天魔バーサス、天魔バーサー。じゃあ、こちらで告知の方に巻き返しますね。